爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第17節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。いよいよ試合開始です。ナイスファイト。シュート。これはゴールキック。味方を攻めしてますよ。フォローが遅いですね。これをプッシュ。見たか、ゴール。ただいまのシーン、もう一度振り返ってみましょう。ねじ込んだ。10分経過。さあ、このまま攻め上がれるか。ワンツー、つながりません。窮地に立たされました。集中力を切らさずに臨んでほしいですね。さあ、もう一度見て。ジャンプ。危険なタックル。これはイエローカードを取られました。キーパーが壁の枚数を指示しています。コーナーキックになります。ヘッドでパスを送る。シュート。
繋がればチャンス。スローインです。シュート！ゴール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 。ガンビリバブルゴール。素晴らしい。集中力が途切れません。さあ、もう。これは素晴らしい読みでしたね。攻撃を組み立てます。前半35分をすでに過ぎました。これはちょっと危険なプレーでした。空中戦シュート。ドリブル。これはファウルです。壁を作ります。直接打ってきた。いいパスが出た。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2対1。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。さあ後半戦が始まります。主審ファールを取りました。このまま攻め上がれるか。キックを得ました。さあセットプレー、何をやってくるのか。ヘッドでつないで、ボールを外に出します。選手のポジショニングは本当に素晴らしいです。ピッチを優雅に徘徊します。果敢にスライディング、キラーパスになるのか。
シュート、スローイン、オフサイドの網がかからない、これはゴールキック、スポットライト、なんてアートな1点リード。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、いいパスだ、ミドルシュート、おっと選手の交代が行われる模様です。ヘッド、類まれなキープ力、素晴らしいボディバランスですね。シュートミス、スタンドから吐息が漏れます。ヘッドパス、おっとファールを取られました、これはイエローカード。さあどちらがボール、ゴール、マーベラス、スーパービューティフォーゴール、素晴らしいゴールです。追いつかれてしまいました。さあもう一度見てみましょう。体をひねってシュート、流れを止めた、いいパスが出た、アンビリバボールゴール、スーパーゴール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 、ミラクルゴール、引き離します。さあもう一度見てみましょう。動き出しが素早いです。キーパーファンブル、センタリング、決まった、ゴー、エクセレントゴー、今日は絶好調、ハットトリック達成、よどみなく盛り上がる歓声の緑の湖、賛美と祝福がその水面を滑空していきます。さあスライディング、シュート、
これはコーナーキック。横にそれてしまった。多彩な攻撃を見せてくれるか。シュート、コーナーキックになります。さあチャンス到来、チャンスボールになるか。さあここからどう攻める。エリアの外から狙った。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。コーナーキックになります。同点のまま試合終了。最後まで見応えのある試合でしたが、引き分けに終わりました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。